疲れ様です。今日はお話し会、リアルお話し会だったじゃないですか。先輩方のどうでした？皆さん、いたたた、楽しかったですか？以来かな、間違ってたらごめんなんだけど、それぐらいある気がするから。あれなんか真っピンクやな。だから結構久しぶりって感じ。めっちゃピンクになっちゃった。ブックさん、ハートありがとう。トウモロコシさん、ハート。ボーユさん、ハートありがとうございます。サミさん、ハートありがとう。クマネパパさん、毛玉ありがとう。なんかちょっと、なんかあれです、ちょっと気まずい感じ。なんか今日の配信なんかちょっと気まずい。例えばりっちゃまから、りっちゃまが昨日、昨日みんなでりさこの最後のこの大学終わりにご飯に行ったんですけど、りっちゃまがみんなにハンカチくれました。そう、一人一人ね、りさこがなんか選んでくれたみたいで、めっちゃ嬉しかった。かわいい。なんかその子っぽいやつをりさこが選んでくれたらしくって、リアなんかこれなんかドレスみたいなやつのハンカチをりさこからもらいました。めっちゃかわいい。ハンカチ嬉しい。なんかジルだからハンカチもいい匂いするのかなと思ってた。ね、ゲーセンで散財はしてないかな、そんなに使ってない。あ、でもキミマロを多分1000円はかけてないけど、500円、600円は使っちゃいました。で、あとはなんか20円でできるやつしかやってないから大丈夫です。 そこまで散財してない。みさみさん、明日の服はもう決めたのって。明日決めたよ。明日の服はもう決めました。ちょっとこの前新しく買った新入りさんにします。でなんか今日髪の毛すごいなんかトゥルトゥルに見えるくないですか。なぜだろう。3期生でゲーセン流行ってるんかな。でもなんかみんなやってるよね。もう昨日ずっと3期生みんなゲーセンで遊んでましたね。焼肉に行く前もゲーセンで遊んだし、焼肉終わった後もゲーセンで遊んだから、結構ブーム来てる気がする。でも本当に
昨日だけじゃなくて結構頻繁にみんな行ってる気がする。そう、めっちゃ可愛いよね。そう、めっちゃ可愛いんですよ。お気に入りになりました。すでにいつものハンカチ。今日唇テッカテカやん。それは褒め言葉なんか。テッカテカは褒め言葉ね。そう、リサコね、一人一人ねメッセージ X にあげてくれてるんですよ。昨日ちょうど引いたんでしたね。リエもあえて、いや、なんかイサコが活動辞退するってなって、こうみんなでご飯に行ったじゃないですか昨日。でご飯行ってプリクラ撮って一緒に遊んでって、そう、それで遊んでみんなでご飯食べてプリクラ撮ってで、ってなんかリサコからのプレゼントとかたりして、なんか毎回そうしたいなって思った。なんか誰かが分かんない、次が誰か分かんないけど、そう、なんかそうやってずっと仲良くしてたいなって思いました。そう、ちょっとさ、チーカースタンプがさ、本当にナーミョンがなんかチーカーモードにしたんですけど、そのチーカーモードのせいでもうほとんどの子の顔が映らんかったから、そう、それも面白いし、それも含めていい思い出なんですけど、ちょっとナーミョン結構先輩よね。ちょっとやらかしいです。チーカーモード絶対いらんから。そう、それぞれに選んでくれたのが嬉しいよね。その子っぽいやつ、しかもね、でもなんか語らせてください、このリサコのハンカチについて。このリサコのこのハンカチなんかキラキラしてるんですよ。多分画面じゃ分からんかな、ほら、ちょっと見える、こっち側キラしてないんですけど、こうなんか内側の方が、ちょっとなんか見えますか、ちょっとコスメ紹介してる人みたいな、ちょっとキラキラしてるんですよ、ほら、ちょっとお願い、ほんとこの辺、あ、わかるでしょ、このドレスの周りらへんキラキラしてるんですよ。でも近くって、もうなんか本当にちょっと使うのがもったいないから飾っておきたい。めっちゃ可愛いよね、リチャーがくれたハンカチです。そう、ジルのハンカチ嬉しい、本当に。もうジルも卒業いつするかなんか分かんないけどさ、でも卒業するときはそうやってみんなにプレゼントしようと思います。よしよし、チーカー後からつけたんじゃない、そうよ、チーカーなんか最初にさ、なんかそういうの選べるじゃん、なんかなんとかモードみたいなやつ、なんかそれでなんかチーカーモードに設定したらしい。だからなんかもう撮る時そう、もう撮ってる時にはもうチーカーがいたから、そう、あったからなんか落書きでチーカーのスタンプ足したとかじゃないよね、本当に。もうチーカーのせいでほとんど顔が見えてないよ。でもなんか14人でビリクラ撮ったの初めてだったから楽しかったです。なんかそういう大人数でプリクラ撮ることあんまり今まで、あ、なかったかなって思って。そう、そもそも STU 入ってプリクラさあんまり撮ってなくて、すごい久しぶりにプリクラ撮りました。14人のプリクラ、やばい、めっちゃブサイク、え、ちょっとやだ。そう、チーカーとその他は確かにめっちゃチーカーメインのプリクラみたいになっちゃってましたよね。
でも面白い、それが面白くてまた好きです。だってそのプリクラ見返した時にさ、もしかしたらさ、あ、ちいかわがいるってことは結構前の写真だねってさなったりさするかもしれないじゃん。ちょっとエモいですね。今加湿器炊いてるんですよね。乾燥やばいから。そう、なんかそう、焼肉屋さんで14人で入ったので一つの席に14人入ることはさすがにちょっとできないじゃないですか。だから3席くらいに分けて座ったんですけど、昨日ね。でも梨紗子が全席を回りながら、最初はね、最初は梨紗子がその全部の席を回りながら、あのみんなとご飯食べたりいろんな話しながら楽しんでたんですよ。でもなんかだんだんなんかカオスな状態になってきて、そう、なんかもうみんな席替えしだしちゃって、そう、もうごちゃごちゃになってました。もうあっち行ったりこっち行ったりして、なんかもう人がいないのにお肉だけ焼かれてる席とかあって、もう超危なかった本当に。帰ってきたら、そう、お肉焦げてるんだけどみたいな、ちょっとめっちゃもうカオス状態だったんですけど楽しかったです。3期生の仲の良さが伝わります。あたる全席回ったんだ。そう、りっちゃんまかに回ってくれました。みんなとお話したりするの。逃げめたら飲み会でもそうなる。あ、そうなんだ。平塚さん結婚式の披露宴みたい。え、そんな感じなの。ちょっとあんまりさ分からんけど、そんな感じなんださ。じゃあそう、結婚式とか飲み会とかみたいな感じらしい。そう、でも楽しかった、本当に。もうみんなで楽しみました。ゲーセンもね、ゲーセンも楽しかったし、プリクラも楽しかったですけど、そうやって普通にみんなでご飯食べたのは楽しかったです。そう、本当に誰もいない席でお肉焼かれてるの超危ないから。クマさん無人焼肉やばい、ね、そうなんですよ本当に。だからもうお肉とかもう帰ってきたら焦げててびっくりした。ラプチーノさん仲いいなって。そうなの、めっちゃ仲いいんですよ。楽しかった本当に。結局みんな仲良しよね。3期生は結構いろんな先輩から仲いいねって言われるし、いい意味か悪い意味かは分からんけどね、いい意味か悪い意味か分からんけど、あの部活感強めって言われるんですよ、よく。大人の方からも。楽しかったね本当に。そう、公演終わりって、でも公演終わりの子たちはきっとさ、めっちゃきついよね。公演終わってからも結構遊んでさ、ご飯食べてってね、また遊んでって。大変やな公演組。そう、でも梨紗子の公演見た時にもう涙が止まらんかったから、ちょっとちゃんと公演見学行く時は何が起こるか分からんから、ちょっと涙拭き用のタオルを持ってこうと。
ウィングの神さん3期生は仲が良くてよきよき、そうなの、本当にもうみんな大好きです。なんか一人一人好きなとこかけるだいちゃんさん、いい思い出になったなって、そうめっちゃ楽しかったです、本当に。もうとある3期生は元からカオスだからなんて、嘘、そんなことないよ、3期生そんなことないよね。めちゃ楽しそうすぎる、そうめちゃ楽しそうな、楽しそう、楽しいんですもう超楽しいから本当に、もうみんな来てねキセイ大好きオタクですわけじゃないんだって。でもなんかさ、3期生まとめて好き、3期生ごと、3期生丸ごと好きっていうのはめっちゃ嬉しいです、本当に。なんか自分のこと好きって言ってくれるのも嬉しいけど、3期生みんな3期生仲いいねとか、3期生めっちゃ好きとか、そういうのなんかまとめて褒めていただいたり、好きって言ってもらえるのめっちゃ嬉しい。スーさん楽しい思い出になったねだって、めっちゃ楽しかった本当に。ちょっと忘れたくないのでずっと動画撮っておきたいです。3期生体力ありすぎ、確かに。いや本当に公園終わりによく遊べたのすごいと思う。足とか絶対痛かったよね。ランランランから泣くのは早すぎ。なんでだろうね。でもなんかランランランが一番泣けたんだよね。ちょっと自分でもちょっとよくわかんないんだけど、なんでランランランが一番泣けたのかわからんけど、ランランランが一番楽しかったです。なんでだろうね、楽しかった、じゃあ、そう、一応泣けました、なんでなんだろう。ちょっと謎、青春感強めの曲だから。うちのまさきさん、3期生みんないい子よ、困る。そう、3期生みんないい子です。3期生箱推しいいね、3期箱推しいいですね、めっちゃ好き。3期箱推しいいね。すーさん明日は3期生に会えるのが楽しみね、え本当に、3期生に会えるのが楽しみ、いやそうだね、そう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 だね。デルタピさん、みんなが仲いいの見てるとこの先の僕対公演も9月のお台場のステージも楽しみだねだってね、本当に楽しみです。楽しみだから、レイたちもめっちゃ楽しみなので楽しみにしててください。嬉しい、僕対もね、なんか僕対が始まるまでは自分たちって公演ステージに立つことがなかったし、かといってレッスンがあったわけでもなくて、
そうレッスンもなかったし公演も、いやそれはそうなんだけど、レッスンがないから公演も出れなくて、で3期の番組も始まってなかったから、本当になんか半年ぐらいはもう全然何もしてないみたいな日々が続いてたので、そう僕隊が始まってくれてすごい嬉しいです。みさみさん、私明日ラストだからポーズを考えていく。そうなの、幕張いないのめっちゃ変な声しちゃった絶対。え、幕張いないの、知らなかった。ちょっと待って、なんかリーがブラジルに行っても来てくれると思ってたから、もちろん幕張も来てくれるかと思ってたそうなんか明日ラストなんか、そっか。じゃあなんかリエもポーズ考えておくね、考えておくねって言って、でもやりたいポーズもリエ決まってるけどちょっと今日広島で最後なのは知らんかったから、もうじゃあ明日はラストだって肝に銘じておきますリエッチツーショット何時間目、ツーショットなんか3時間目じゃなかった？え、なんかそいつもとさ時間割りさ違うなって思ったんだけど、そんなことない？なんかいつもと時間違ったよね。なんかいつもツーショットが2時間目でお話し会が3時間目なんですけど、ツーショットが3時間目になってた気がします。そうか、ツーショットが3時間目です。明日はですね。通称3時間目リーチとユーナンとヒータン。え、どういうこと？リーチとユーナンとヒータンが同じレーンなの？え、すごい、なんか面白いレーンだね。レイさん、明日よろしくお願いします。自分も あ、そうなんだ。猫さん、リエチーズ、リエチーズ、一期研究生。猫さん、あかり、そっか、行けない方結構多いんだね。ちょっと待って、ちょっとそれ知らんかったから。知らんかったからだって。エスケマシンさん、私も帰れません。え、大丈夫そう。ちょっと怖いんですけど、マカハリ行くの楽しみなんですけど怖いです。リエとヒータンとユーナンが、ちょっと見よう。そういうのレーンどうやって見るんだっけ。ちょっとよ、そういうの見方わかんないから、 STU 調べます。 STU48 ほ
話し会時間割り、みんなどうやって見てるのこういうの。あ、あったあったあった、明日、明日な、24、調べます。3月20じゃない、2月25、ちょっと待って、あれこれどういうこと、明日25、あ、お話し会が2時間目にあってツーショットが3時間目。え、これさ、もうみんなさ個別レーンってことよね。え、ちょっと待って、3人レーン、ちょっと待って、え、どういうことリアの見方がおかしいんかな。私の見方がおかしいの。あれ？横で見ればいいんか。今困ってるんですけど、いつもリア中と一緒だけど、それが3人になるんですか。17番レーンに、なんか D みんなと見てるの違うんですか。なんか D が見てるのおかしいのかな。2月25日ですよね。なんかリエの見方がおかしいかもしれない。じゃあもういいやもういいや、とりあえず明日はツーショットとお話し会お待ちしております。でも3人でやるの初めて、いつもさリア中と2人でツーショットなので、3人でツーショットは初めてです。でもなんかさ、あの3人だったら待ってる間寂しくなさそうだからいいね。ニュースの最新あたりに載ってるニュースちょっと見よう。なんかリエが見た、え、でもさ、なんか私見てるのキングレコードのやつ見ました。リエはキングレコードさんのやつ見たんですけど、なんかレーンとか書いてないかな。じゃ STA48、ちょっと待ってください、一回待って。いや、スマホいじってる人みたいで、なんかちょっと申し訳ない。
なんか組み合わせ全然違うんですね、いつもと。みんな、なんか違う感じなんだ。みよ、ひーちゃんとかすみんとゆいにゃんが一緒。もうここも全然違うね。てかゆいなら6時間目そんな遅かったっけ、いつも。りちゃとかなあが同じレーンでしょ。いちご、一人やん。あ、一人の子もいるんか。え、一人の子もいるの。じゃあ、リエ人気ないから、ダメなんかな。ごめん、そういうこと言って。すいません。申し訳ない。ごめんなさい。無視してください。ほんとだ。あ、でも同じ時間にやるの？みゆぽんとゆいたんとなあみゃんのとこも。3時間目。17、18、3期。そっか、一人でやること、複数でやること、いろいろいるんですね。ちょっと全然さっき見たのと違うやつが出てきたわ。話し会2時間目。ね、なんか面白いあれですね、レーンの感じ。なるほど、ユーナンとリエツとヒーターのレーンでお待ちしてます。そしたらツーショットいっぱい写真撮ろうね。理解です、理解しました。ユーナン、リエツ明日よろしくね、よろしくね、待ってるね、ありがとう、楽しみ。明日お話し会の方が先なんだね。いつもツーショットが先だからなんだけど、話し会が先か。え、話し会が先、あ、そっか。じゃあなんか、まあいいか、オッケーオッケー。新幹線の時間とか関係ない系かね。どういう理由でなんだろうね。確かにね、いつもと全然違うもんね。てかそう思い出したんだけどさ、なんか広島の方言で系なんとか、広島って聞くか分かんないんだけどさ、なんとか系みたいな言うやん。なんかいちごさ、いちごがさ、なんとか系って言うんだよね最近。いちごとか映ったんだなって思って、系が映ったんだと思って。合計の人数がレーンと同じになるようにバランス取ってメンバー決めてるのかもね。あ、そうなんだ。じゃあ一人でやる子すごいね。でもそんな、ユーナンとヒータンなんか全然一人レーンで十分だから、ちょっとよくわかんないけどね。そうそう、一番なんとか K って言うんだよ。海なし県同盟としては負けられないね。何が負けられないって、勝負してないですけど。そうね、そうそう、 K ね、リエちゃん広島とかの方言でそうになる。だっていや、あんまなんないかな。でもなんか何が方言かちょっとわからないみたいなとかある。あのジャケとかさ、
はあのもうがっつり広島弁って感じだけど、けどなんかあでもわかんないよね。なんかでもママにはたまに言われます、なんかイントネーションがあの変わったみたいな感じで言われる。そう、方言というよりもイントネーションの方が言われるかも、ママたちに。あとカスミンがなんかなんとか買いねえって言うんですけどそれがなんか私的個人的めっちゃツボで好きです、なんとか買いねえ多分昨日の MC でも話してた気がする、買いねえなんとか買いねえの話言ってた気がする。そう、なんとか買いねえってね、あれも方言らしいよ、なんとか買いねえはねえ関西弁入ってきたんじゃない、どうなんだろう関西弁って。なんかもうよくわからないね、なんかさどこの言葉かわからない。なんかヒーターはさ関西弁話すし、広島の子は広島弁話すし、そうでも言うてさリチャとかサッチーとかもさ K なんとか K って使うじゃん、瀬戸内の子たちもなんとか K って言うし、なんかよくわかんないんですね。ちなみに山梨はなんかなんとかズラっていうのがあるらしい。かすみの広島弁ってあまり聞いたことないかも、本当に。ちょっとあの人が一番やばいと思うけど、リアっていうとさミューパンとかすみが広島県出身じゃないですか。もう方言が結構強い順だったらカスミン、ミュートン、リアチュって感じ。リアチュがあんまり広島で話すの聞かんかも。大丈夫だけどラーレッツ負けたっけね、本当にね。ちょっとリエも見ました、結果だけね、負けちゃった。強いですね。岡山弁って何？岡山弁もなんとか K じゃないですか？岡山も山口も瀬戸内の方はみんななんとか K なんだと思ってた。そう、静岡はズラだら、あ、じゃあ静岡と山梨も同じ感じなんだ。あとひーちゃんもそうだね、結構方言強いよね、長崎。なんとかちゃんみたいな。ちょっとよくわからないですけど、たまになんか、たまに、なんかみんな結構、広島の子だけじゃないと思うんだけどさ、それこそさカナウとかもそうだし、ひーちゃんとかの方もそうなんだけどさ、なんか方言強すぎてさ、え、な、何みたいな、それなんて意味みたいな、なんて意味なんですかみたいな時がたまにあって、ちょっと面白いですそれがそう、なんかでもそれもまた楽しいかなって思うそう、なんか前ダンスの先生が広島弁でなんか言ってて、でもそれがどういう意味なんか結構わからんくて、3期は瀬戸内外の人が多いから結構通じんくて、みんななんかそう DM なんだけど、え、なんて意味ってなっちゃって、でもいつもと違うダンスの先生だったんですよ。しかもちょっと結構ちょっとピリッてした感じの空間だったから、そんな、え、方言の意味がわからんくて、なんか聞ける状態じゃなくて本当になんか困惑だったそう、だから自分がたまに何弁話してんのかわからんみたいな時あるよね。でさ、わからんとかもさ、わからない、わかんないじゃん、口すんでたらわかんないんだけど、わからんって多分カスミンから映ってるけど、わからん、ヒータンとかから映ってる、ヒータン、カスミンとかよく使ってる気がするから、そっから映ってる気がする。
熊野パパさん、清水原さんはまた短くしたけど、デイちゃんどっちが好きなんて。でもなんか短くなってるじゃないですか。なんか短いのめっちゃ初期感、清水原さんの初期感があって好きです。そう、かすみんはそう自分だから。かすみんの方言は自分です。本当にこれディエさ、結構さ配信とかでさ何回も言ってると思うんだけどさ、自分のことをさ自分っていう人見たことがなくて今まで。でもカスミンはさ自分のことさ自分って言うじゃん。だからなんか、あ、広島の方言なんかなって思った最初。なんか広島の人は私とかそういうのを自分って言うんだって、なんか方言みたいな感じなんかなって思ってたんですけど、全然そんなことなくって、カスミンが勝手に言ってるだけでした。そう、面白い、そういうの面白いよね。そう、でも多分ディエも最近自分って言っちゃうですよ。結構自分って言っちゃうこと多いし、昨日の MC 聞いてたら、ノアミョンも自分のこと自分って言ってて、あ、もう絶対カスミンの映ってるって思って、聞いててめっちゃ面白かったです。なんかだって今まで自分のことを自分っていう人はいなかったのに、いなかったから、そう、いなかったからさ、あ、絶対映ったんだなって思って面白い、本当に。まあ、映っちゃうよね。よくさん、ハートありがとう。マッチさん、毛玉ありがとう。あったか配信ありがとうございます。はい。ピヨさん、ピヨさん、毛玉ありがとう。よろしく、よくさん、ハートありがとう。そう、うち、確かにうちはよくあるくない？サッチとかもうちっていうね。サッチ、うちっていうね。っていうか、あと誰がいるかな、あ、カナンとかもうちって言うよね。あ、そう、誰がいるかな、うちっていう子。でも小学2年生ぐらいの時はうちって呼んでました、自分のこと。うちっていう子あといるかな。うちっていう子誰かいるかな、他に。わかんないかも。さっき言ったかな、うちっていうね。そう、でもうちはね、めっちゃね、多分みんな誰もが通る道だと思う。本当に多分みんな通る道だと思います、自分のこと、うちっていうのは。懐かしい。なんか一人称さ変わるよね、みんな。わかんないけど、 D は多分小学1年生までは自分のことは D って自分の名前で呼んでたでしょ。で、小学2年生ぐらいから多分うちって言い始めて、でもなんか途中で自分でね、自分の名前を自分で言うのが恥ずかしいよみたいな、そういう先生に出会ったんですよ。小3かな、あ、うちの期間短っ、1年しかない。それで多分小3ぐらいからまた今度は私って言い始めて、で私が始まって、そっから中学生までは私でした。ここだけおかしい。私で、でも高校になってDに戻りましたね。で今も現在進行形で D です。いろんな道を通りました。
そういろんないろんな名前、一人称があったね。あ、僕っていう人、あ、確かになんかたまにいるよね、自分のこと僕っていう子。そんな感じ、結構いろんな旅してますねでも今思ったら普通にもう18歳なのに、普通に考えたらさ、18歳なのに自分のこと名前呼んでるとかめっちゃキモいけど、キモいじゃん、わかんないわかんないわかんない、そうやって押し付けんのよくないよね普通に多分普通に普通にって言っちゃうけどさ、うん、例えばもう20何歳とかだったら社会に出てるわけじゃないですか。社会に出てる人が自分のこと名前呼んでたら変っていうかさすがにおかしいじゃん。だけどこの業アイドルだったら普通です。アイドルだったらアイドルだからもう許されるみたいな感じあるよね。面白いね、なんか面白い世界生指に戻るきっかけ、なんだろう。でも結局そっちの方が楽なんよねきっと。でも私っていう方がなんか綺麗だけど、ツインテールもできるもん。いやまあ確かに確かに、いやそうだね、なかなか20代で、いやでも全然そんなことないか。いやみんな自由でいいと思いますみんな好きな見た目で好きな名前で呼びましょうでも楽しい、本当に面白いです、アイドル。あ、そっか、確かにあのちゃんとか、なるほどね。でもいたよね、中学生の時にいました、そういうグッて読んでるか、いたいたいた。そうね、でもなんかで中学校の先生にめっちゃなんか中学校の先生で、そう自分のこと名前で呼んでる子がいたんですけど、その子なんかめっちゃ言われてた、なんか怒られてたもん、自分の名前、自分のこと名前で呼んで怒られてました。そう厳しい私って言いなさいって怒られてた。リーチは言いやすい、本当にリーチリーチ、このリーチはそう厳しいよね。そうなんかね、あれ なんでだろうね、なんかで一回中学受験してるんですけど、あのそれが関係あるか関係あるかわかんないけどさ、わかんないよ、そんな私立だから公立だからなんか関係ないと思うけどだけどさそう勝手になんか、いやなんかそういうあれそういうの関係あるのかなとかその時は思ってましたねそういうところもあの指導されるんかみたいな感じで思ってた。今思ったら絶対それ関係ないけどね確かに多様性の時代なのに、本当だ本当だ本当だ
人で自分のこと名前呼びしてたら大丈夫ってなります。いや本当にね、それはね、いやそうだよね、うん、大人で確かにそうね。でもまあまあまあ、アイドルだから許されるみたいなめっちゃあると思う、そういうのは。面接でこの子自分のことリエって言ってたから不合格なんてことあるの？あるんじゃないですか、さすがに。え、わかんない、アイドルだったらわかんないけど、普通にあの社会人の方だったらありそうだけど、それは面接で自分のことさ「リエは」とか言ってたらさ、もうさやばいでしょ、もうその時点で不合格になりそうだけど、どうなんだろうね。まあ多様性の社会なんで許されるんでしょうか。さすがに社会人の学生なら私も。よいしょ、じゃあそろそろ配信終わりにしようかな。すごい髪の毛替えにかかって、それでは、あ、今日ずっとテロップ書かないで配信してたんか。お話し会、明日お話し会ってやろうと思ってた。それぞれ13位みんみんさん、ありがとう。12位フォーユーさん、ありがとう。11位ピオさん、ありがとう。10位マシンガーさん、ありがとう。9位ヤンシヤキさん、ありがとう。8位ダイチャーさん、ありがとう。7位トウモロコシさん、ありがとう。6位イシケンワシーさん、ありがとう。5位ルカヤマトさん、ありがとう。4位じゃなかむさん、ありがとう。3位ルパンさん、ありがとう。2位くまにパパさん、ありがとう。予定中はマッツさんでした。ありがとうございます。じゃあまた明日お話し会でお会いしましょう。待ってます。お話し会が2時間目で通所が3時間目です。通所とは17レーンでユーナとリーツを引いたの3人レーンらしいです、皆さん。よろしくお願いします。じゃあ明日みんな会いに来てね、待ってるね。おしましも可能なので、皆さんぜひ会いに、当日でも会いに来てくれたら嬉しいです。ありがとう、おやすみなさい、またねー。